こんにちは、田中優子です。今日はなんかすごいストレートなタイトルですが、レスが原因で不倫したけど大切にしてもらえないって感じる女性と、夫からずっと大切にされ続ける女性の3つの違いってことについてお話したいと思います。なんでこのタイトルなのかっていうと、私自身やっぱり女性のお客様が多くて、で、その相談の内容で、今半分くらいがパートナーシップで、半分くらいが、ビジネスとかお金とかに関することが多いんですよね。で、その半分が、割とそのパートナーシップの半分くらいは不倫に関することも多いんじゃないかなと思います。で、不倫に関するご相談も受けるんだけど、でも一方でめっちゃ旦那さんから大切にされ続けてる女性もいるんですよね、実は。で結構その大切にされ続けてる女性と、でこのレスから不倫に入るパターンってすごい共通点があるんですよ。なのでちょっとその共通点を話しすることで、夫から大切にされ続ける女性が増えたらいいなと願っています。私自身もね、なんかレスで不倫して大切にされないって感じるのは嫌なんでね、私はちょっとまだ不倫はしたことないんですけど、夫からずっと大切にされ続けたいのでそういうなんか夫からずっと大切にされ続けてる女性とかを見ると、割となんて言うんでしょう、どうして彼女は大切にされてるんだろうっていう目で見るんですよね、いつも。で、そのなんか真似できるものがあったら真似しようと虎視眈々とこう見てるわけですよ。で、その、共通点について今日お話ししたいと思います。で、夫から大切にされ続けてる人たちの圧倒的な、もう圧倒的ですよ、これは。圧倒的な技術、スキル、力、圧倒的な力はもうコミュニケーション力です。もう抜群です。めっちゃうまいんですよ。お願い上手だし、甘え上手だし、なんかもうともかく抜群にうまいです。で、その圧倒的な差が出るのが、実はセックスの場面なんですよ。なんかみんな聞いてると、その夫から大切にされ続けてる人たちって、セックスについての、なんて言うんでしょう、自分の要望、こういう風にしてもらいたいとか、これは嫌とか、そういうのをめっちゃ正直に、しかもなんて言うんだろう、おくびれもなくって言えばいいのか、臆することなく、相手のなんか、なんて言うんだろう、相手から好かれたいとか、そういうの全く思わず、なんか、そんなとこまで伝えてるのみたいなレベルで伝えてるんですよ。なんかある女性はなんか、いや、もうすぐそれ反省会でしょみたいな言ってて、反省会ですかみたいなっていうくらい、ちょっと受けちゃったっていうぐらいな話があったんですけど、でもそれくらい、そのやっぱり夫婦生活を続ける上で気持ちよくね、多分セックスって重要な要素だと思うんですけど、それくらいなんか割と、なんて言うんだろう、赤裸々に夫婦で語り合ってるんですよ、大体うまくいってらっしゃるご夫婦って。なんだけど、このレスで不倫してる場合って、めっちゃそこが他力本願、他人任せになってる例がすごく多いんですよ。で、レスで不倫してる人たちの、女性の言っている主張は、彼の方がセックスがうまいとか、彼の方が女性扱いに慣れているとか、彼の方がスマートとか、彼の方がすごいなんか気持ちがいいとか、なんかだから彼だからやってるって、それはそうなんですけど、相手は選びますよ。だけどなんか、それって例えばその、女性扱いしてくれるとかね、いうことだったら、例えばそれって旦那さんに言えば、旦那さん別に叶えてくれるかもよって思っちゃうんです。で、それ言ってますかって、こういうふうにしてほしいとか言ってますかって言うと、言ってないっていう人がほぼ、レスで不倫してる場合はほぼですね、ほぼ多いです。諦めちゃってるのか、そこまで全員の人には聞いてないんだけど、だけどなんか私が思うに、結婚生活を続けてるっていうことは、
で、まあ、例えば奥様がまあ専業主婦に近くてパートで、旦那様が大黒柱っていうことは、働いたお金をほとんど家庭に入れてくれているってことだから、奥様に愛がないわけじゃないと思うのね。だからこじれてるのは、そのコミュニケーションがうまくいってないがゆえにレスになっていて、でそれをその足りない部分、女性として見てもらいたいとか性的な欲求が足りないっていうのを、外で目の前になんかある可能性がある、良くなる可能性があるものを外で補ってる、外で補う方が簡単で手っ取り早いからっていう例が私は多い気がするんですよね。これはすいません、私はレスでなかったので仮定なんですけれども、そんな気がします。でだからもう圧倒的な、その一番もう露骨に出るのがセックスでのコミュニケーションなんです。でだからじゃあどうしてそのコミュニケーションが成り立つのかっていうと、この自分をよく知ってるっていうのと、もう一つちょっとあの補足的なのは、自分の価値をちゃんと自分で認めてるってことなんですよね。こんなことを言ったら相手に嫌われるんじゃなくて、私はこう思うのみたいな、私はこういうのが好き、私はこういうのが嫌い、だからやってほしくないっていうことを、なんて言うんだろう、本当臆することなくしっかり伝えられる、っていうことをものすごい的確にされてます皆さん。で3番目が、これがね、私一番この 1,2,3 番目、3つある中で3つ目が一番ちょっと理解ができなくて苦しんでたとこだったんですよね。この夫から大切にされ続けている妻たちの特徴は、男性のことを可愛いって言うんですよ。いや、でも男の人はとはいえ可愛いじゃんみたいなこと言うの、それがね、はみたいな、理解できないってずっと思ってて、それがなんか何なのか、最近その構造がどうなってんのかやっとなんか分かり始めてて、それはどういうことかっていうと、男性のことが可愛くないって思える時って、やっぱりずっと自分がなんか、なんていうのかな、守ってもらいたいというか、甘えたいというか、要はずっと自分が姫ポジションを孤児みたいな、姫ポジションだけだから、甘えられるだけ甘えられる、もらえるだけもらうだけの関係が私は本当はしたいみたいなことを思ってることが多くて、これを多分やり尽くしてないって言ったらいいのかな。うまくそこを旦那さんに対して発揮できていないか、自分で癒せてないか、どっちかちょっとその人によって変わるんですけど、そういうことが起きてる時に、なんかそこがすごい自分の姫がこじれてて、その男性がなんか姫みたいなことしてくると、まあ、こじれてる場合はめっちゃムカつくんですよ。なんだよこいつみたいな、私だって甘えらんないのみたいな。だから多分このレスで不倫してる人たちって家庭ですごいいい奥さんとかやっちゃってんじゃないかな、いい奥さんとかいい母親とか。だからなんかその男性が可愛いなんて思えない、なんか私のこと守れよぐらいに思って、まあこれ本当私のちょっと前の心の声なんですけど、そんな気がします。で、で可愛いって思えてる時って、自分の姫性も許してる、なんか甘えたがりなんだよな私みたいなのも許してるし、それもなんか普段夫に対していかんなく発揮できてるし、だから逆に夫がそういうなんかもう甘えさせてみたいなんとか、なんかゴロニャンみたいになってきた時に、よしよしってできちゃう。だから割となんか、その甘えたいとか、弱い自分であるっていうのって、ずっとそこにいるっていうのは無理なんですよ。だからある程度は自分でそこの自分を見れる、客観的に見れて自分でも癒せるし、そういう自分も発揮できる時にはし、相手が発揮した時にもよしよしってやれちゃうところにいると、なんかこの男性可愛いっていう風に私も見れるなって最近思ってきたんですね。そしたらあんまり、なんて言うんでしょう、夫に腹が立つこともやってきたなんだよこいつまた甘えてきやがってみたいなの減ってきたなって思います。だからなんかここのね、コミュニケーションがうまくいってない時も、なんかめっちゃ叫びとして、そのこのレスで不倫気味の人たちから叫びとして聞こえてくるのが、なんか
大切にしてもらえなかったし夫からみたいな、なんか私ちゃんとやってきたしみたいなのがすごい聞こえてくる時あるんですよね。だから、自分がそれをやってきたのは自分の選択で伝えてこなかったし、そういう悲鳴性を発揮してこなかったのを、外で補うのもいいんだけど、あの男性もそこだけの面、だから王子様だけの面ってありえないんですよね。だからめっちゃ疲れるし重いくてうざい女にだんだんなってきちゃうんですよ。なので、自分でこの何て言うんだろう、自分の姫性っていうのをあのちょっと癒してあげられるようになると多分あの安定してくるし、いつももらいたいばかりではなくなってくるので、まあ不倫の彼とも、まあ、一番は旦那さんと仲良くしてもらいたいなと思うんですよね。本当は愛があると思うから旦那さんに、うん、っていう風に感じます。うん、ちょっとそんな感じです今日はちょっとなんかやっぱり伝えたいなと思ったんで伝えてみました。ですで不倫したけど大切にしてもらえない時と、夫から大切にされ続けている女性の差は圧倒的に分かりやすく出るのは、その本当にセックスのコミュニケーションです。ここは本当に圧倒的によく出てます。なのでまずはここがうまく自分はできてるのかな、まあそれは彼に対しても夫に対しても、でそれができてる時って大体自分のことをよく知ってて自分の価値もよく分かってて男性といい関係であるっていうことができている状態なので、まずはここをちょっと見直ししてもらいたいなと思います。はい、今日も最後までありがとうございます。